朝日様じゃないっすか。今日もいい天気っすね。こんな日は海にでも行ってバカ野郎って叫びたいっす。なんだよそれ。探しましたよお嬢。なお嬢って奈良のことか。こんなところにいらしたんですね。さあ早く戻って。朝日様逃げるっすよ。あ、おい、ナナ。どこか人通りのない路地裏に逃げるっす。どれか欲しいっち。二つ名を名乗るっち。はあ、逃げ切ったっす。危ないところだったっすよ。さっきの男は誰なんだ。それはっすね。見つけましたよお嬢。お嬢すぐに戻ってください。このままじゃ自分は戻る気ないっすから。だから放っておいてほしいっす。ですが。それに自分はお嬢じゃないっす。愛と平和の七尾七っす。朝日様もう一丁逃げるっすよ。あ、おい、ナナってば。はあ、今度こそ大丈夫っす。ナナ、あの男は一体誰なんだ。すごい必死だったけど。それは話したくないのか。まさかこんな場所で出会うなんてな。今度は誰っすか。忘れたとは言わせない。俺はあそこで敗北してから血と汗がにじむほどの修行を重ねてきた。どこのことっすかね。しらばっくれるつもりか。そんなの地下と。朝日様さらに逃げるっすよ。もう何がなんだか。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。妄想宮に入るっち。おいらは留守番でいいっち。大丈夫っす。なんだか付き合わせてすまないっす。ほんと意味わかんないってな。あ、地下島ってなんだ。あれっすよ、地下島っす。地下ちゃんトーストっす。あそこって言ってた気がするけど。地下ちゃん家のことっす。秋葉原で有名な地下ちゃんっす。ごまかしてんのバレバレだから。ないっすよ。地下島うまいっす。ケチャップミルク最高っす。わかったよ、地下島は。それじゃあ牧島一家って何なんだ。どうして知ってるんすか。ああそっか、ナナは前のことを覚えてないのか。誰から聞いたんすか。牧島一家のことどこまで知ってるんすか。お嬢の口からまさか牧島の名が出てくるとは。お嬢、いい加減戻ってきてください。親父さんが。それ以上は言語道断っす。ここで話したら容赦しないっすから。ですがお嬢。もう仕方ないっすね。朝日様少しだけ離れてくださいっす。ここが今日の戦場みたいっす。おい、ナナ。容赦しないっすよ。まずは拳で行かせてもらうっす。冗談政権好きっす。もう止められないっす。牧島流奥義、極道青天のきらめける波動砲。
時の戦いで拳を汚してしまったっす。うおー、すっげー、あんな技初めて見たよ。かっこいいです。まさかアクション映画の撮影？マジかよ、バトルメイド諸星蓮の実写化か。目立ちすぎちゃったっす。だけどこの人大丈夫なのか。さすがお嬢です。あえて急所を外してくるなんて。なんだ、大丈夫か。これに懲りたらもう諦めるっす。自分はお嬢じゃなく七尾七っすから。ですが自分は仕事に戻るっす。朝日様、付き合わせて申し訳なかったっす。いや、俺はいいんだけど。それじゃありがとうでしたっす。お嬢、待ってください。一体何だったんだ。っていうか七のやつ確か。もう止められないっす。マキシマ流奥義、極道晴天のきらめける波動砲。マキシマ流奥義ってなんだ。そういえば、どうしたんだ？ロマンだらけなんか見つめてさ。見つめてねえよ。ただちょっと用事を思い出しただけだ。何の用事だ？くそ。何が欲しかったんだい、ヤマト君。だからそういうんじゃねえよ。そう。だったら。コスマップでも行くか。なんでだよ。なんか探してんだろ。別に探してねえって。まあそんなに行きたいなら付き合ってやるよ。じゃあ付き合ってもらおうか。中央通りのコスマップだ。着いたぞ、ヤマト。来たかったのは立花の方だろ。じゃあお前はここで待ってるか。付き合ってやるよ。で、見つかったのか。だから何の話だよ。だってお前、アニメのブルーレイコーナーで立ち止まってたろ。ここ、気のせいだ。おー、気のせいね。まあそれでも別にいいけどさ。そういう立花こそ何を買ったんだよ。光学機動隊のブルーレイボックスだけど。なっ、お、知ってるのか。ああ知ってるよ。光学部の学生たちがロボットを動かす話だろ。そうそう、それそれ。俺さ、3話で初めて起動するシーンが好きなんだ。みんなそれ言うよな。本質を分かってない奴らばかりだ。いいか立花、あの作品の醍醐味はな、11話の B パートからだ。宇宙怪獣襲来の絶体絶命のピンチ、普通ならあそこで合体して倒すのがセオリーだろ。だから光学の場合は違う。あそこで宇宙怪獣は地球を滅ぼしたんだ。どうあがいても絶望の状況の中、エンディングにもつれ込み、そして次回予告、そこでついに登場する次世代のブレイバー。まさかそれが6000年後の話だったとはな。一体視聴者の何人が考えた。 B パートで地球が滅び、最終回が6000年後の話だって。俺は正直度肝を抜かれたね。お前詳しいな。あ、違う、兄貴が見てたんだ。
それでたまたま俺も見ただけだからな。はいはい、じゃあもう一軒のホスマップでも見るか。ふん、ついてってやるよ。じゃあさっさと見つけようぜ。だから俺は。いいのか、ここ引田攻める監督のコーナーあるけど。な、もしかしたらレアモンとかあるかもね。ふん、日が変わった、店の中まで付き合ってやるよ。お、ずいぶん嬉しそうだな。見つかったのか、探してたものは。だからそういうんじゃねえよ。じゃあそのぶら下げてる袋はなんだ、何を買ったんだ。オイラに見せろっち。おいピン、これは何っち。あれ、これって。おいピン、早く返せって。ヤマト、こういうのが好きっち。ピン君、ちょっと見せてくれ。おい立花。あ、ヤマト、お前こういう趣味もあるのか。だってこれ魔法少女ピュアスターズの最新劇場版じゃん。おい、だから返せって。ああ、ごめんごめん。つかお前が探してたのってこれだったんだ。兄貴が探してたんだよ。ヤマトが逃げたっち。兄貴って、あのアニメ女児向けじゃないのか。あの、吉野さん。あの失礼ですが、どちら様でしょうか。お初にお目にかかる方ですよね。何かご用でしょうか。あ、そっか、そうですよね。あの、初対面でこんなこと聞くのおかしいって分かってるけど、教えてほしいんです。琴美のこと教えてくれませんか。お嬢様のことをですか。俺たち琴美のことを知りたいんです。そのやましい気持ちとかじゃないんです。ただなんていうか、そのもうちょっと朝日。まあいいわ。実は噂を聞いたんです。真田家のお嬢様が行方不明になったって。それで私たち少しでも力になりたくて、こうして集まって探しているんです。お嬢様の語学友なのでしょうか。でもお嬢様に語学友なんて。もしかしたら友達になれるかもしれない。だから知りたいんです。お嬢様とお友達に。あ、そんな、まさか。教えてください。どうして琴美ちゃんがああなってしまったか。お嬢様とお会いしたことがあるんですね。あったっていうか、そのお嬢様をお気にかけてくださりありがとうございます。こうして誰かと
お嬢様のことが話せることを大変嬉しく思います。どういう意味でしょうか。お嬢様は秋葉原に古くから存在する名家のご令嬢でございます。ですが旦那様と奥様は大変にお仕事でお忙しい方でして、お嬢様が幼少の頃より海外にて生活をされていたのです。ご帰国なさるのも年に一度だけ。そんな生活が10年以上続いております。当然寂しくないわけありません。その寂しさを私では埋めることができませんでした。ですからお嬢様はお友達を作ったんです。それもたくさんのお友達を。たくさんの友達。そう、お嬢様は作ったんです。真っ白な紙でたくさんのお友達を。それじゃああの妄想のお人形さんたちって。そしてお嬢様は部屋に閉じこもり、旦那様からいただいたドールハウスにお友達を招きました。誰もいないはずの部屋でたくさんのお友達と一緒に生活を始めたんです。琴美ちゃんは友達が欲しかったんでしょうか。きっとそうだったんだと思います。ですが私ではその役目を果たすことができなかった。こうして私の目の前から姿を消してしまったのです。話ありがとうございます。私の方こそありがとうございます。お嬢様のことが話せて嬉しく思っております。今日はなんだか不思議な日です。お嬢様のことを尋ねてくる方に二度も出会えるなんて。二度も？はい、つい先ほど秋葉原自警団という方々もお嬢様についてお聞きしたいと。自警団が？みんな急ぎましょう。あ、ちょ待てって、さき落ち着けよ。この状況で落ち着いていられないわよ。自警団に先を越されるわけにはいかないの。私先に向かうから早くついてきなさいよ。あの、もしかして私何か失礼なことを？ああ、いえ、こっちの話です。こっちこそなんだかすみません。琴美、見つかるといいですね。俺たちも頑張って探してみますね。もしお嬢様を見つけたらどうか伝えていただけたらと思います。吉野はお嬢様のことをずっとずっと待っていますと。よし、急いで先を追いかけよう。パソコンショップって強化しておくっち？服が売ってるっち。オイラもおしゃれするっち。